デコトラ。デコトラは、デコレーショントラックの略であり、コンテナ部のペイント塗装や、マーガーランプやアンドンといった、電飾装備、ステンレス製やクロムメッキを施されたエアロ部品などを、用いて外装を飾ったトラックを指す用語である。別名アートトラックとも呼ばれる。デコトラの名称は、が、一般名詞化したものとされている。軽トラックからトレーラーまで、 大小の種類を問わず、見受けられ、外装だけでなく、内装にも装飾がされた車も多い。本来の運送業務には利用せず、イベント参加用に、個人の趣味として作られた車もある。デコトラの原型は、主に水産業及び水産物輸送に携わる、オ都ト三輪が、塩害や融雪剤の悪影響で車体が錆び、寿命が短かったことから、 傷んだ2箱の補修2表面を、省炎状のヘアライン加工、由来航空機用外班のエンジンターン加工したステンレス鋼板をリベット、止めしたのが始まりとされる。この表面硬化加工されたステンレス板は、ウロコステンと俗称され、独特の光沢や質感から、デコトラの装飾に用いられる基本的な材料になった。 現在では桜やバラなどの花模様がプリントされたステンレス板も普及しているが、元来は装飾ではなく実用上の加工であった。後に放漁時における大量輸送の要請で荷台部を大型化する改造が高度経済成長で急増したダンプトラックなどにも波及し、その際に商店や企業の看板のみならずオーナーの趣味を反映した装飾が施されるようになっていった。 車体にアンドン、マーカーなど、装飾目的のみの改造を施したのは、一説には、宮崎康夫の1964年式、椅子図 TD、また一説には、八戸港の水産物流業、山本昌事の夏坂照を並びにその義経とされていい。夏坂兄弟の椅子図11トン前輪二軸車と、三菱不装 T656 の第三世新丸。 そして1969年式、日の TC 表ボディの8コーマルは、課長風月をエアブラシで描いたペイントや、電飾等様々な改造を施した車両で、同業者から注目を浴び、トラックカスタムの一ジャンルとして認知されるようになった。当時は、トラック用の規制改造部品がほとんどなく、観光バスや自家用自動車の解体部品、空調ダクト、バスロケット、行き先表示板、 アンドン、リアコンビネーションランプ、流れるテールなど、や、米軍放出品のホーン、俗に言うヤンキーホーンなどを流用していた。トラックの愛称、ニックネーム、観光は観光バスのパーツ流用の名残で、丸は水産物流業者にルーツがあり、現在でも用いられている。1 9七十年代に入ると、宮崎ら横浜のグループや、夏佐から八戸港、石巻港の、 第七港町急走などが結成され、豪華さを競うブームは全国へ広がった。これを NHK が取り上げ、カメラリポート走る、街道美学、1975年という番組名で放送。同番組で派手な電飾を点灯して、東名高速道路を走行していた、デコトラ、宮崎も取材を受けているを目にした、相川金也が、以前から菅原文太と温めていた。 ロードムービーを実現させるためのキーワードとしてデコトラに注目。企画を東映に持ち込んで制作されたのがトラック野郎、ご意見無料、監督、鈴木即文、主演、菅原文太、相川金也だった。この制作発表会で宮崎はカマロ会を発足させ映画に全面協力している自身も運転手役で前作に出演した。 1975年8月に公開されたこの映画は当初は単発の閉鎖作扱いだったにもかかわらず予想外の大ヒット作となりシリーズ化し毎年お盆と正月に封切られるようになったそれに伴いデコトラも高齢者から子供まで幅広く認知されていくトラック野郎シリーズの主人公星、桃次郎に憧れて運輸業界に入ったものも少なくないなお 桃次郎の運転する11トン車、一番星号は、元は、鎌路会の当時の副会長の愛車、ダンプカーの名前であった。監督の鈴木が名前を気に入り譲ってもらったのだが、その代わりに、菅原から兄弟星号の名を送られている。ただし、安藤を作る前に廃業している。は、毎回クライマックスで、桃次郎が、義理人情のためにハンドルを握り、 一番星号を爆走させる。そして、ほぼ毎回、パトカーの追跡を振り切る場面があり、パトカーがひっくり返ることも珍しくなかった。第四作、天下五面のように、カーチェイスがない作品もある。これに対し、警視庁から投影に、クレームが入っており、プロデューサーの天尾幹事は、対応に苦慮していたという。このため、夏の公開は、対策映画に差し替える案があった。 1979年末に公開された第10作特急便は売り上げが10億円に届かなかったともあり、結局1980年の夏は大作映画203コーチが公開され、トラック野郎シリーズは終了した。同時に警察による取締りの強化でトラックの電飾などが規制され始め、70年代のデコトラブームは人生化した。 1990年代後半以降は、機動戦士ガンダムをイメージするような、ガンダム系、アート、ラッセル戻しと呼ばれる、バンパーなどに代表されるデザインは、モダンアートと総称される。トラック野郎時代を解雇する、レトロアートの再流行も見られる。も少なくなく、従って、業務にも用いられる、デコトラの多くは、個人事業主や装飾を容認する。 小規模運輸会社によって所有れるものが中心となっている。一口にデコトラといっても様々な方向性があり、またそのバリエーションがオーナーやグループの個性となって現れている。車両のサイズやコンセプト、用途の関係もあって必ずしも、下記の装備品が全て揃っている必要はない。これらのパーツを装着することで、全長、全幅、全高、 重量が変わる場合があるので、道路交通法及び道路運送車両法を遵守し、また必要に応じ記載事項変更、構造変更の手続きをして、改造車検に合格しなければならない。2013年には、トラックのフロントガラスに装飾板を入れて、視界を妨げることを黙認したとして、運送会社5社が兵庫県警に摘発されている。トラックの運転席。 キャブの上に装着され、通常は平らボディやダンプカーなら積み荷の飛散防止や雨よけのシートカバー、固定用のロープやベルトなどを収容する箱状のパーツが、バンボディ、箱車なら空気抵抗を低減するエアデフレクター、エアロパーツが装着されるが、デコトラの場合はこの部分にステンレス、またはスチール製でメッキを施したフロントデッキ、トリゴや筒状の装飾品、 ロケットが装着される。デコトラでキャブやバンボディの屋根に装着されているロケットは、かつてハトバスで活躍したの空調ダクトを模したものと言われている。メーカー純正パーツでミラーの外枠にメッキ加工を施したものはあるが、デコトラ用ではミラーアームを変えた車が多い。見栄えと合成確保のため口径の太いものや角パイプ、丸パイプを使用するアンドンや マーカーランプなどのイルミネーションを組み込んだものがある。車内の日よけでは遮れない直射日光を抑える。フロントデッキやバンパー、ミラーアームとコーディネートすることが多い。大別すると先端が直線のストレート型と V 字状に膨らんでいる。船型にいる。信号機や道路標識の視認に支障があってはならない。フロントデッキと合わせて、 デコトラを印象づけるパーツの一つで、視覚的なインパクトを与えている。他のメーカーのトラックのバンパーを移植したり、アフターマーケットで、他の車種にサイズ合わせたレプリカ品が発売される車種も、ある、アンドンを組み込んだりする車も多い。ダンプカーのように工事現場やアクロに出入りすることの、多い車では障害物対策として、可動式に改造することもる。オーナーによっては、 ナンバープレート装着部に囲いをつけることもあるが、この場合も前方から文字が容易に確認できる形状であることを要する日本のナンバープレート違法行為を参照。通常のトラックではこの部分に燃料タンクがあるためパイプ状となっている車が多いが見栄えを良くするために幅の広い板を使ったり、アンドンやマーガーランプなどのイルミネーションを組み込みだりすることが 仕事で使うのか、イベント用か、また2役の状態によって形状が左右される。本来は、フロントデッキや荷台の上に登るために装着されるが、デコトラの場合は、アクセサリーとして装着されることが多く、アンドンやマーカーランプなどのイルミネーションを組み込んだタイプがられる。イルミネーションを組み込むタイプの多くは手や足をかける、隙がない飾り専用のものがほとんどである。旧モデルや、 他メーカーの車種からライト周りやミラーなどの部品を移植する場合もある。乗用車のリアコンビネーションランプ、ケンメリテール、流れるテールなども流用される場合ある。ホーンを交換する場合は、ラッパー部分の長さを変えることで音程の変化をつけられるエアホーンが主流である。ただし、通常のホーンを外して、エアホーンやメロディホーン、ゴッドファーザーの手間などを奏でる。 ミュージックホーンもこれに当たる。だけを装備することは保安基準に適合しない。一般ボディでは荷台の上にロケットと呼ばれる筒状の装飾部品を装着したり、荷台の上にさらに装飾用の箱を乗せる手法がある。荷台が開くウィングボディでは可動性を重視し、バスロケットと呼ばれる装飾部品がよく取り付けられる。ダンプや平らボディでは キャビン背面の煽り、プロテクターの高さを上げ、前面のキャビンより上の部分を装飾して、フロントデッキのデザインとコーディネートする場合や、背面に絵や文字を描く場合がある。マフラーカッターと呼ばれる、排気管の円を装飾するパーツや、アメリカのコンボイトレーラーのように煙突状のマフラーを装着することがある。また、6気筒や4気筒のエンジンの場合は V8 エンジンの、 ような音を出すため、排気管のマニホールド分岐を5対1あるいは3対1と不当にする場合もあり、マニュアリーと呼ばれる。こうした、排気管でアクセルを踏み込んだ時に発生する音を叩き、アクセルを抜いた時の高音を、鳴きと呼ぶ。煙突マフラーなどにしない限りは先端を二股にする、ダブルマフラーにし、右後輪の前側から出すことがほとんどである。 排気管やマフラーには排出ガスや騒音に関する保安基準があり、製品によっては適合しない場合もある。また、緊急自動車、工事用車両でなくてもキャビンの上に回転灯、パトライトを装着することがある。ただし、緊急自動車ではないため、灯火の色に関わらず走行中に点灯することは禁止されている。燃料タンクや空気ブレーキと、 空気バネ用のエアタンクの配管をアルミニウム製やステンレス製、メッキを施されたものに乾燥して装飾することがある。デッキバンパー、バイザー、ロケット、ボディパネルの一部にはメッキを施されたスチールのほか、ステンレス鋼板が用いられているが、一部では一万一の事故の際に相手を過剰に傷つけない目的、FRP 製を使用することもある。しかし FRP を多用することは、 デコトラ業界ではまだまだ少数派である。ステンレス鋼板の場合は、パンチングメタル、網目状の穴が開けられているだったり、鱗状の研磨や、エッチング加工、レーザーによる抜き加工などを施したものもあり、ディテールに変化を与えている。レトロアートにおいてはスパンコールが貼られることもあるが、減少傾向にある。キャブ部分には、通常のソリッド塗料のほか、マイカ、パール、 メタリックといった市販の乗用車でも使われる塗料だけでなく、ラメ、アルミニウムフレーク入り、マジョーラなど凝った塗料を使用することが多い。シャーシフレームは19世紀の欧州の大砲の車台のように赤で塗装されることがある。荷台に描かれる絵のテーマはオーナーによって様々だが、よく見られる題材では以下のようなものがある。これらを組み合わせて描かれることも多い。 ワンポイントで描かれることもある。レトロ感を出すために、社名や愛称、ダンプカーの車両番号表記には主に、鑑定流や行書体、総書体が用いられる。鈴木工芸独特の鈴木文字も人気があるが、凝った書体は読みにくいので選定には注意が必要。水中花入り延長シフトノブを筆頭に、天井張りや壁、ダッシュボード、シートカバーなどの定番として、 金貨山折りと呼ばれるゴージャスなデザインの内装材が好まれてきた。他にビニールレザー等が採用される。またカーオーディオに凝ったり、室内灯をシャンデリアに変えたり、おしゃれな布団やカーテンなどで寝室をアレンジする傾向がある。最近ではカーテン、ハンドルカバー、トラック用布団がトラック内装の三大必須アイテムとなっている。運転席後部の寝台周りをおしゃれにする。 プリーツ式車個性カミンカーテンや、サテン生地のカーテン、トラック用布団などおしゃれなデザインが好まれる傾向にある。トラックを仕事で使わず、主にイベント用車両とする場合は、バンボディを仮装し、荷台部分を改造して、キャンピングカーとすることもある。インテリアではないが、CB 無線やパーソナル無線、この2社はそのほとんどが不法無線局やアマチュア無線の無線機。 バックミラーを保管する後部監視カメラを装着するトラックも多い。特にパネバンでは真後ろは全く見えないのでルームミラーは無用の長物。後方カメラに関しては近年ではノーマル車にも多く取り付けられている。映画、トラック野郎のヒットで映画やテレビドラマに激用者として登場するほかゲームソフト、玩具も登場している。また自動車雑誌の一ジャンルとして 一定の地位を確保している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。